ファーストセットの終盤に尽きると思うんですけども、12ゲームに自分のサービスゲームで最初に相手に、まあ、セットポイントをリードされて握られたり、まあ、タイブレークでも 4-6 まで最初に追い詰められたりというか、あのあたり自分の中でどう、まあ、メンタル的にも、まあ、持ちこたえられたと思いますか。でそうですね、ほぼ劣勢だったので、特に、まあ、中盤から後半にかけて、まあ、でもあんまりこう考えないようにしてましたね。ずっとこうやっぱり劣勢のままだと集中力がどんどん途切れていくので、でも今日はまあそんなそこまでこう集中力が途切れることもなかったので、なるべく劣勢の時もしっかり1ポイントずつ、まあ、特にサービスゲームが多かったので、しっかりファーストサーブと、まあ、ストロークでもあんまり焦らないように心がけて、本当に紙一重でしたね。まあ、1セット目取られてたら多分あんな風にセカンドもいかなかったと思いますし、セカンドの出だしも少しこう危ない場面もあったので、それを取られてたら回もこう変わってたと思うので、本当に、まあ、セカンドセットこそスコアは 6-1 でしたけど、ファーストセットを、まあ、取れたことによってあれだけこう、まあ、試合がガラッと変わったと思います。今日は風が強そうに見えましたけども、その中で、ね、ファーストサーブの確率も、まあ、非常に上がっていて、私の中で今日のサーブについてはどういうふうに印象でしたか。もうちょっとやっぱりファーストは入ってほしかったですけどね、まあ、フリーポイントももう少し惜しかったですし、まあ、スライスでこう入れてくる選手なので、まあ、フリーポイントは少ないのは、まあ、しょうがなかったですけど、まあ、今日は風がすごいやりにくかったですね。他の日も風はありましたけど、なんか今日はさらにこう追い風と向かい風がすごくはっきりしてたので、あんまりこう追い風の時はこう思い切って打ちに行けなかったので、まあ、それが最初の、まあ、リードされるぐらいまで、それが、まあ、自分のあんまり打ってなかったのが原因だったのもあったので、少し意識してラケット振るようにファーストの後半はしていきました。まあ、その大会始まる前はまあ、ピークを US オープンにという話でしたけども、実際その、まあ、この初戦でこの決勝まで来れていることについてはどう思いますか。あんまりなんかパッとしてないですね、まだ。まあ、前だったらもうちょっとワクワクというか嬉しかったんだろうけど、まあ、選手もそこまで出てないせいなのか何なのか分かんないですけど、まあ、意外と冷静に決勝まで来たなっていう感じなので、まあ、でも出だしとしてはすごくいい出だしが切れてると思います。まあ、去年カナダでモントリオールでベスト4入って、まあ、いいテニスもできてましたけど、そこからこうシンシナが出れなかったり、まあ、US オープンも1回戦だったりしてたので、まあ、気を抜かず、まあ、このいい出だしをしっかり保って、これからも行きたいですね。まだ分からないですけども、ジョコビッチ選手が出てきた場合、まあ、前回マイアミやってますけども、その時のイメージっていうのを、まあ、どれくらい意識するのか、またどういうふうな、まあ、戦略が彼を倒すには必要なのかっていうのは今の時点でどう考えてますか。まあ、だいぶ近づいてきてるのは感じてるので、まあ、前回マドリード・ローマはクレーだったので、まあ、それがどこまでこう、同じ展開になるかわかんないですけど、まあ、でも確実にこう2試合で自信はついてきたので、彼に対して、まあ、やっぱりハードコートで、もうちょっとこう作戦を練ることは必要でしょうけど、まあ、このままの感じで、まあ、前回のその試合をこう思い出してやりたいと思います。Thank you.